アラペコアザラシと申します。ノブラガル野望申請 PK、 難易度は超級、シナリオは桶狭間、選択題名は最上。第17回を始めさせていただきます。前回は強大化する上杉謙信に関東への進出を阻まれ、決戦を決意したところで終了となりました。それでは今回どのように進んでいくのか、お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。え、マジでこれ以上な、これ以上強くさせたくないんだけど仕方がない。もう勝手に攻めてくれよ。なんでこれ以上強化させたくない勢力の上杉に手を貸さないといけないんだよ。まあ仕方ないか、我らもちょっとねずるい方法を考えてますからね。いつの間にか消えたぞ。これ手結んだ、もしかして結んではいないか。でも北条まずいな、これは。風文信玄と正行、お国衆取り込み出てますね。お酒飲めさんやっていきましょう。優秀な人ですからね。で、軍開発で、こちらは入合地に設定と。で、兵糧庫。こちらも兵糧庫に切り替えていきましょう。これで兵糧庫は全て建てましたね。で、こちら、労力がないですね。で、これで三春は5000。うん。前線の城としてはいい兵力になってきましたね。連兵場が立ったので今度は商人町を建てていきましょう。はい、まあ本当は兵力欲しいから連兵場にもう一つ切り替えてもいいんですけどね。うわー、これ北条ボロボロだな。小田原と韮山を除いて全部取られるんじゃないか。府中城が商人町出しました。太田城、灌漑水路を建てていきましょう。はい、で4万までお金が貯まったので家宝、こういう時に買っときましょう。よし、いいんじゃないので、賞罰で、まあ裏切られてもいいか。浜田さんちょっと嫌だけどな。で論功行賞をやっていきましょう。お、ようやく足柄大将ですね。で感情需要で佐竹さん、感謝いたす。では進めていきましょう。うわー、マジか、武田の力が強い。北条と武田じゃない、上杉と武田ぶつかってくれ。江戸城も手に入れやがった。これはまずいぞ。太田城、連平城、はい、上杉を本当戦わなきゃいけない。あと同盟期間が2ヶ月、同盟切れる寸前に、同盟切れる寸前じゃダメなんじゃないか、下手したら。でも5ヶ月もあれば簡単に回復しちゃうもんな。では進めていきましょう。よろしいですか。いや、交渉はまだいい。喜ばしいですな。お、酒呑め衆が加入してくれましたね。では浄化設備がまだ進んでないところ、あ、進軍指示にしておきましょう。
後ろ一覧で方針は三春山形。山形何もしてなかったのか。あ、そっかそっか、もう一つ立てようとしてたんだ。連兵場ですね、立てときましょう。で山形城は進軍指示に切り替えておきましょう。これでいいでしょう。であと4、三春城は灌漑水路と連兵場、連兵場増築できますね。ちょっと連兵場増築させとこうかな。軍開発はどうなってる？こちら入合地庭園を1で、こちら庭園を作ろうとしてるので、ここも1に変えていきましょうかね。これでいいでしょう。これで5700では進めていきましょう。これで上杉1ヶ月援軍出させましょう。いよいよ、よし、1ヶ月ぐらい戦うでしょう。いよいよ、いざ戦に。はい、太田城で連兵城が立ちました。では商人町を建てていきましょう。はい、二段積み城いらないですね。では進めていきましょう。はい、山形城で連兵城を建ちました。そしたら三春城の連兵城を増築していきましょう。始めようぞ。では進めていきましょう。どうよろしいか。薄毛との同盟が2ヶ月を切ったと。我が前より得意ね。いよいよ上杉の戦力を少しでも減らしたい。青田さん別にいいよ。いいいい、重要な人はちゃんと忠誠値上げてますからね。嘘だろ、なんでお前らにも協力しなきゃいけないんだよ。協力したくねえよ、もう同盟終わるじゃん。だってで商人町が立ちました。そしたらあともう一つ連兵場立っておきましょうかね。はい、で太田城はすごい1万の兵力。山形城も捨てがたいけど、佐竹義重はちょっとそっち置きたいな。田村さんじゃもったいないもんな。いや、これは間違えた。鬼義重、鬼義重じゃない義姫混乱持ちなので、これでいいでしょう。感謝、この上なし。義姫を重要なところにね設置しましょう。置きましょう。上杉と敵対するんだけどな。まあそれはよし、よしなんだが、同盟2ヶ月ん、これ延長されてないか。勝手に伸びてる気がするぞ。人よろしいか。さっき2ヶ月切ったってアラート出ましたよね。連兵場が立ちました。こちら撤去の米問屋2つ建てる。でもそこまで必要ないよな。もう一つ連兵場いっそのこと建ててやるか。面白いからそうしましょう。はい連兵場多すぎでしょ。で進軍指示で政策6000まで増えましたので、ここまで連兵場増やしたので常備兵、こちらちょっとやっていきたいですね。誰使う、
最上義盛にするか。いや、早い方がいいから義明にやらせましょう。よろしい。で、あとは小荷台配備、これは重要なのでぜひやりましょう。わかり申した。期間41日。で、制度開始もちょっと進めときましょうかね。心得ます。で、あとやっておいた方がいいのは耐久ダメージプラス 10%、 これやっといた方がいいですね。心得申す。とりあえず4000は維持しておきたいので、このまんまこれぐらいでいいでしょう。で、あと労力があるので、こちら錬兵場を増築しておきましょう。ははあ、とまだ労力あるな。これ二段詰め場いらない。それだったらもう一つ錬兵場を建てておきましょう。はい、こんなところでいいかな。で、牧場建設できるのでやっていきましょう。わかりました。よし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 、だいぶ楽になってきた。金銭収入がね、変わりましたからね。で、上杉と戦って、でもこれ考えようによっちゃちょうどいいんじゃないか。勝手に弱体化してってくれてますからね。で、風分があって六国交渉、ありがたく存じる。いよいよ与えていきましょう。では進めていきましょう。我らの軍はもう出てないですね。負けたのか。いや、そんなことない。なぜか撤兵してるんだよな。よくわかんないな。壊滅しそうになったから撤兵したのかな。ただまあ、上杉もね、もう敵がいないので、武田と戦うしかないんですよね。で、これは、戦うとしたら古賀御所ですね。ここで威風中強、このレベルを発生させたい。だけどダメじゃないかこれ。上杉武田にかかりきりで、ちょっと待ってよ、我らは親善は武田にしてるんだっけ。してないか。ちょっと武田に今のうちからしておくか、やっぱり。あー、でも政策で人を取られてるのか。ちょっと様子見ましょう。制作も40日で終わる制作もありますからね。お、風分が結構越相同盟なる。え、そんなことないよね。イベントで変わるよね。北条と上杉同盟。まあもう上杉との同盟の利はなくなったのでね。上杉とは同盟10日。いやー、延長したいな。怖いな。怖いよ、謙信と戦うのは怖い。では進めていきましょう。で、錬兵場が立ったと。まああとはお任せですかね。で、三春城も商人町増築していきましょう。はい、小荷台配備ができた。で、そしたら武田と側近手に空きましたね。わかりました。向かわせましょう。南部とは同盟2ヶ月、まだ延長はできない。婚姻はな、できれば親従、あの従属させたいからな。投与して、あ、ダメだ、労力がない。いや、延長は申し込みません。仰天したわい。いやいや、仰天しないでしょ。で、小高城も兵力を増やし、錬兵場を建てたので、小高はまだまだ戦う城なので、はい、
ちょっと連兵場ね立てていきましょう。自社騎士もできたと。で制作常備兵もあともう少し。はい、常備兵セット、いいんじゃない。で国衆取り込みやっていきましょう。聞いていただけますかな。いいよ。あ、金銭収支がちょっと悪化してるな。なぜ。人をよろしいか。南部との同盟2ヶ月。あ、そっかそっか、親善を行ったからだ。話があるとの。では南部と親善しましょう。最上さんお願いいたします。分かり申した。これで武田と手を結ぶためにもね、上杉を倒すためには武田が必要だからな。制度改新レベル2発で、お、銀山開発ができる。これは重要だよ。伊達オラミにお任せしましょう。で援国東洋も普通の東洋もやっていきましょう。いよいよ上杉と武田が、遠藤さん、あー優秀ですね。仲間になってもらいましょう。で労力が4、三春城で連兵城を3に増築していきましょう。いいよ。銀山、あ、しまった、銀山開発ができたら鋳造所建てたい。ちょっと銀山開発できるまで待ちましょう。でそれはそうと、停戦期間はあと11日。いやー、いよいよ上杉との戦闘ですね。城下改築は、これは商人町は重要だっていう。さてそれでは上杉との同盟期間、停戦期間が11日。いや怖いですね。いやもう今からでも同盟結びたいぐらいに、ちょっとおしっこちびりそうなぐらいに怖いですが、行きましょう。では延沢城から、もう遠いな延沢城から。ここで戦いたいな。古賀御所まで出撃です。で明城、明城からも古賀御所に進軍。さあ、あとは岐阜山形とどんどん進めていきましょう。では行きましょう。おっと、温泉掘削やっときましょう。受けたまわりましたぞ。では進めていきましょう。銀山開発が出たら明城は鋳造所を建てたいところです。では山形城からも出していきましょう。敵の城を奪ってくれる。古賀御所、城を落としてこようぞ。で米沢はちょっと柴田の抑えでちょっと残しておきましょうね。大宝寺と2つね。で津川もちょっと残しておかないとまずいな。で岐阜城宇治家さん、城攻めですか。心せよ。では進めていきましょう。銀山町開発、そしたら明城、こちらを二段詰め城撤去の、なんで二段詰め城なんか建ててんだ、鋳造所建てていきましょう、はい、で論功行賞をやっていきましょう。感謝いたす。よし、森谷たちが侍大将になりましたね。そしたら侍大将まで行ったんだったら、オナミ、ヨシタネ、小笠原さん、誰に変えようかな。剣豪にするかな。剣豪にしときましょう。ありがたき幸せ。でもダメだ、
剣豪知略が低すぎる。誰にする？知略高いのが結構必須なんですよね。まあそしたら大して変わりはしないけど、遠藤さんに変えてくか。そしたらバランスが足りてるから、取れてるから白石さんに しとくか。こんなところでいいでしょう。では進めていきましょう。丸森城から天童さん出していきましょう。でこれで 1,2,3,4,5 部隊、延沢さんも出していきたいな。130日かかるのか。 1,2,3,4,5,6 当然7で、上船の8。まあそんなところでいいか。さてそれでは郡西山城からも、よし、水戸衆が仲間に加わりました。投与していきましょう。申し上げます。で郡西山城からも春宗を出していきましょう。城を攻めます。ここがチャンスですからね。まあ知略60、まあまあですね。秘伝を主と仰ぎましょう。ちょっと待って、能力そんなに高くない武将、ちょっと氏家さん戻そう。なんでかっていうとね、義姫使いたいんですよ、混乱持ちだから。だからちょっとこの方少し力不足だな。氏家さんも力不足か。城へ戻ります。鬼には下げっさい、賛成させましょう。その代わり、はい、三春城から出していきましょう。策の仕掛けどころぞ。城攻めですか。では進めていきましょう。では須賀川城からも出していきましょう。城攻めに有効ぞ。まだ太田城から出すには早いかな。ご命令を。まだちょっと早いですね。いや、もう出しといていいか。いや、ちょっと早い。もうちょっと待とう。うわ、台風来た。来るなよ、来るなよ、来るなよ。来るなって言ってんのに。嬉しきことよ。最小限って言ったってダメージ食らってんだろうよ。太田城もちょっと食らいましたね。もう今出しちゃいましょう。兵力が減るよりはマシですからね。で土砂災害対応していきましょう。心得申す。うわ、そっか、労力も減ったからか。さっき2余ってたはずなのにと思ったのに。これで 1,2,3,4,5,6,7 部隊で、あとは太田城の鬼には下げつさい。よし、鋳造所が来た。鈴木元信、主と仰ぎましょう。いや、愚心はいい。それよりもだ、鈴木さんも結構裏切るタイプじゃなかったっけ。あ、オーラ食べの分がいつの間にか7になってる。7投機あげるか。ます。よし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 。で足軽大将、わかりましたぞ。足軽大将、あれ、見間違いか。まあいいや、足軽大将、わかりましたぞ。足軽大将と承知いたしました。とりあえずこれでいいでしょう。では進めていきましょう。はい、大田原城から鬼には下げ伝い出していきましょう。城攻めに有効ぞ。いいよいいよ、うまい具合。うわっ、でもでかい舞台が。くそー、これ戦うのか。土砂災害は終わって労力が5溜まってる。ちょっと待って、軍開発しなきゃいけないんじゃないの。
あ、それは大丈夫と。ただ位置の開発が全然進んでない。こまめにね、ちょっとそういうことはやっといた方がいいですからね。位置の開発していきましょう。では進めていきましょう。これはテルトラかー。マジか、やつ来たか。いよいよ、これはここの北でぶつかるべきだな。次なる手はいかに。白攻めは良きさ。嬉しゅうござる。よし、土砂整備が終わった。やったぜ。はい、どんどん整備して。万歳。万歳。はい、整備整備整備。古賀御所に向かわせるか。そしたらなんかよくわかんない動きしてんな。頂上です。戦ぞ。戦はいいけど一部隊だけ相手にしても仕方がない。策の仕掛けどころ。一旦戻って古賀御所に向かわせましょう。城を奪えば有利に。戦となるぞ。布陣を始めよ。ああ、戦うしかない。だけど上杉テルトラは倒しておきたいから、ここ3部隊倒しておきましょう。いやー、こんなところで本当はぶつかりたくなかったんですけどね。いかがだったでしょうか。ついについに上杉謙信、今の名前は上杉テルトラですが、上杉謙信とぶつかることになった最上義昭。いやー、彼のね、先方軍神はね、まあ強力無比なのはね、僕もね、何回もやってよくわかっているので、なんとか上杉謙信とはね、まあ、変な形でぶつからないように、注意をしながら戦を進めていきたいと思います。それでは今回はこれにて終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたら、ぜひお付き合いをお願いいたします。